広瀬さんが思う献血とはというものをフリップに書いていただきました。ダン、つながりです。つながり、すごく難しいイメージを勝手に作ってたんですけど。なるほど。でもなんか献血をしたら救えるものがあるし、うん、相手の方も救われる部分というか、そこに愛情があるんじゃないかなと思って、割とすぐ出た言葉がつながりでした、ね、私は絶対に一人じゃ生きていけないと思ったし、はい、人とつながっているからこそそこで、うん、あの刺激をもらって、うん、じゃあ次は自分こうしようとかいろんな意欲が出たり欲が出たり、なんかこうお仕事もそうなんですけど、ぜひ献血する方が増えたらいいなっていうのが一番の思いです。